こは世界のどこかにあるという納豆と蜂蜜とパンに囲まれた夢の国ネバトン王国。この国を守るのは豪華絢爛なお城に住むとってもプリティーなお姫様姫ちゃんと元気いっぱいの王くん、愉快な仲間ネバール君やハニトンたちに囲まれて幸せに暮らしています。さて姫ちゃんたちがどんな生活をしているのかちょっと覗き見してみましょう。ネバトン、姫ちゃん姫ちゃん、お手紙が届いたネバよ。どんな質問？ちょっと読むネバね。姫ちゃんこんにちは。うちの息子は現在5歳なのですが、未だにおむつが取れません。来年から小学生になるのですが、一体どうすれば取れますか、というご相談の手紙ネバ。姫ちゃんどうネバか。人それぞれだからね、そのうち取れるでしょ。待つネバ。ハニトン、あなたはどう思う？ダメだこりゃ。鳥だ、いやドローンだ、いやダメだアセットガールズだ。やっちゃダメなこと決して許さない。正義の使者ダメだアセガールズ。ご飯を残しちゃダメだアセット。ちょっとまだご飯の最中じゃない、食べ終わるまで遊んじゃダメ。ごちそうさま。ちょっとまだこんなにご飯残ってるじゃない。だってもういらないんだもん。ご飯は残しちゃダメ。だってもういらないんだもん、動画見たいし。聞き分けのない子ね。こうなったらあの人を呼ぶしかないわ。助けて、ダメだアセット。ママの悲痛な叫びは元祖ダメだアセットの正義の心を受け継ぐダメだアセットガールズの超高額イヤーに届くのだ。助けて、ダメだアセット。ん、この声はどこかのママが困っているわね。ブルー、了解。よし、今行く。ダメだアセットガールズ参上。あ、ダメだアセットガールズ、見てください、うちの子ご飯を残して遊んでるんです。むむ、あれはいけませんね。ちょっとそこの君、ご飯中は遊んじゃダメだぜ。そして残さずしっかり食べなきゃいけないんだぜ。なんで、いいじゃん、だって遊びたいんだもん。よしよし、なかなか言うわね。これを食らってもまだそんな口が聞けるかしら。行くわよレッド。オーケー。ダメだービーム。ダメだアセットガールズの目は特殊な訓練によりダメだビームが出るようになっているのだ。あー、なにこれ。ご飯をしっかり食べずに遊ぶ子供は二度とご飯が食べられないくらい背中が膨らんじゃうかもだぜ。みんなもご飯を残さないように気をつけるんだぜ。そしてご飯を食べてる最中に遊んじゃダメだぜ。ではママさん、さらばだぜ。ありがとうございました、ダメだアセットガールズ。いやー、これ直して帰って。しっかり食べたよ。僕も全部食べたよ。
我が子アワー。姫ちゃん、ダダッコアワーのお時間です。本日のダダッコは神奈川県横浜市にお住まいのたくみくん、1歳11ヶ月。サービスエリアでお父さんがいなくなり、ダダをこねているところをたまたまネバトンスタッフが見つけて撮影したとのことです。楽しみ楽しみネバ。姫ちゃん、審査お願いしますね。はーい。ところ構わずダダをこねるたくみくんに対してお母さんから一言、もう勘弁してほしいですとのことです。姫ちゃん、今回のダダっ子はいかがでしたでしょうか。ずっと床に座り込んでたね。可愛かったねば、では今回のダダっ子へのプレゼントはどうしましょう。おうくん、選んでください。これ缶バッジね。はい、たくみくんには缶バッジをお送りします。大事に使ってね。ネバールくんも欲しい欲しい欲しいよ。ネバールくんも欲しい。ネバー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 。納豆は何からできてるの。それは大豆大豆だよ。いつも優しいパパとママ、ありがとうっていうことは大豆だよ。頑張れハニートン。さあ、今回僕たちがやってきたのは大田区平和の森公園です。どんな天才キッズなのかな、楽しみだね。それじゃあ早速行ってみたいと思います。行こうハニトン。さあ早速やってきましたけども、なんかどうやら土俵があるみたいですね。なんか緊迫した雰囲気ですけども、もしかして今日の天才キッズって相撲かな。それじゃあ早速呼び込みたいと思います。上野京介くん、小学校5年生です。どうぞ。うわー、でっかいね。すごいね、小学校5年生、大きいね。じゃあちょっと普段京介くんがどんな子なのかお友達に聞いてみようと思います。ねえねえ、京介くんって普段どんな子なの。とても強くて全く歯が立てません。歯が立たないんだ。すごい強いんだね。でかくて先生もすぐに負けたいぐらい、あ、出されちゃうぐらい。先生も負けちゃう。強くて突っ張りとかもやっても押し切れないぐらい強い。それじゃあ先生にもちょっと聞いてみようと思います。先生、はい、京介くんって普段どんな子なんですか。普段は普通にそこら辺にいる男の子と同じように、うんうんうん、ゲームが好きだったりいろいろやってる子なんですけど、はいはい、まあ、相撲になるとやっぱり目つきが変わってるんですね。お、目つきが変わる。強さを見せる、まあ、体が大きいので。体が大きい、そこら辺の子供よりも全然大きいので。そうなんですね。その分やっぱり相撲では力発揮しますよね。大きい体で力持ちで、いやーすごい。ハニットン勝てるかな。東京介、はい、西ハニトン、構えて発揮。おい、治った治った治った。レールにしよっか。ハニトンレールにしよっか。頑張って立てる。痛かったね。残念だったね、ハニトン。もうどうだったハニトン勝負して。
よかったね。頑張ろう、ハニトンね。どうだったかな、ハニトンと勝負してみて。もうちょっと強いと思ったんですけど、あれ、ちょっと期待外れだった。期待外れだって。それじゃあ、気をつけて、大相撲の横綱目指して頑張ろうね。はい。それじゃあ行くよ。はい、ポーズ、ハニトン。今日も楽しかったね。楽しかったねば。来週は子どもだよ。またね。あっち向いて。